本当に藤浪は大谷翔平のライバルだったのか。藤浪晋太郎投手が所属するアスレチックスではこんな声が上がっています。藤浪投手と大谷選手は高校時代から注目を集め、将来のスター候補として肩を並べる存在でした。当時は投手としてのポテンシャルは大谷以上と評価されていたのです。しかしメジャー1年目は開幕から4試合に先発登板し、15イニングを投げ0勝4敗、防御率 14.40、四死球15と結果を残すことができませんでした。初登板から4試合の登板で4敗したのはアスレチックスの球団史上3人目です。さらに初先発から4試合で自責点24は MLB 史上ワースト2位の記録。アメリカのメディアでは、藤浪晋太郎は球史で最悪の先発投手の一人だ、大げさではないと報じられてしまったのです。そしてついに中継ぎへ配置転換されることが決定しました。今回は大谷選手と藤浪選手の差が開いた理由、藤浪選手の現在のアメリカでの評価など、藤浪選手本人のコメントを交えつつ紹介していきます。大谷翔平との決定的な違い。プロ入り1年目から10勝を挙げた藤浪投手、互いに2年目を迎える頃、大谷選手は去年は歯が立たなかった、藤浪は結果を出している、僕は挑戦する立場とコメントを残しています。それから10年後、アメリカの野球ファンも注目した同級生対決が実現しました。日本時間4月2日に行われたエンゼルス対アスレチックス戦、大谷選手は先発登板した藤浪投手からフェンス直撃のタイムリーヒットを放ちました。藤浪投手は2回途中5安打8失点で降板。試合後、エンゼルスの地元紙ロサンゼルスタイムズは厳しく報じました。藤浪晋太郎はかつて甲子園で大谷翔平を倒し敗退させたこともある、プロ入り後の数年は同等と評価する向きもあったが、2人の差は広がり続けている、試合前より試合後の方がさらに広がった、大谷は長年のライバルのデビューを全国規模の悲劇にすることに一役買った、かつてライバルだった2人の差はなぜここまで開いてしまったのでしょうか。元日本ハムの岩本勉氏は次のように分析しています。今彼が困っているのはバッターを見た時に俺大丈夫かなって、自分と戦っている、これを乗り越えないと相手打者と対戦できない。一方、大谷選手については全ての球種で打者を仕留めに行ってる、その一球を根拠立てて次のボールに生かしながらずっと仕留めることを考えてる、大谷のすごいところは打者を仕留めるその一本、迷いがない、言うのは簡単だけどなかなかできないとし、藤浪投手に欠けているのは打者を仕留めるための準備と評価しました。岩本氏は藤浪投手へ向けて納得できる準備をすること、大谷は練習の虫でこれだけやったから戦えるというのがある、だから藤浪も自分が納得できる調整、たくさん練習を仕込めってわけじゃないけど納得を作る作業が大事とエールを送りました。昨年までロッテの監督を務めた井口忠人氏も岩本氏と同じくメンタル面を指摘しています。藤浪は対戦打者ではなく自分に勝てていない感じがします。ストレートが抜けたり引っかかったり荒れてしまうので、腕と体が縦振りになって安定するフォークに頼る、首を振ってフォークを投げると打者は待っていましたとばかりに打つ、こうした悪いパターンに自分で持ち込んでしまっているところがあります。一番の問題は本人が自信を持って投げられていないことでしょう。ストレートの制球が荒れるのは本人も承知の上、それでも実際に試合で抜けたりデッドボールを当てたりするとなかなか次が攻めづらくなる、そうであればコーチも交えバッテリー間で話し合い配球を工夫すれば解決の糸口は見えてくるかもしれません。ある球界 OB は藤浪投手の問題点を次のように指摘しています。一流選手になればなるほど確固たる自分自身のルーティンが存在し、それが尊重される、キャンプでは朝の6時からゴリゴリにウエイトして頭から湯気を出してるスター選手もいる、全体練習以外の時間が勝負、やらされている練習は存在しません、要は自分次第、藤浪投手の野球に向き合う姿勢が大谷選手との差につながっているとのこと。
かつて阪神で藤浪投手とチームメイトだった能見投手は、プロ1年目でいきなり10勝した藤浪投手の将来を心配していました。表現としては良くないかもしれないけど、僕は去年より悪くなっていると思います。プロとして1年間やったという余裕があると思うんです。でもそれは悪く言うと舐めるわけではないですけど、プロに慣れてしまった20歳という風になってしまう可能性もある。ローテで年間170から180イニングを継続して投げるしんどさ、続ける大切さを知っていってほしいです。19歳の彼と34歳の僕とが同じランニング量だったとしたらおかしいですよね。そういえばメッセンジャーにも、お前はそのままでは普通の投手になってしまうぞって言われていました。本人がどう感じて練習に取り組んでいくかにかかっています。大谷選手と藤浪投手の差は技術の差ではなく、野球と向き合う姿勢やメンタルも問題を指摘する声が多いようです。メジャーでは日本よりも練習時間が短いため、自主性が求められます。藤浪投手は自身の課題とどう向き合い乗り越えていくのでしょうか。21年のア・リーグ MVP に選出された大谷選手、かつてのライバルがメジャーの歴史に名を刻んだ時、藤浪投手はこうコメントしました。すごいなと思いますし、世界で誰もやってないことをやっているので、歴史的な偉業だと思います。投打どちらもトップクラスのパフォーマンスで、その上両方やるっていう、年間やるだけでも大変でしょうし、成績残すのは今後現れるか現れないかの次元じゃないかなと思います。藤浪は本当に大谷のライバルだったのか。ここ数年は NPB で満足のいく結果を残せなかった藤浪投手ですが、アスレチックスは投手としてのポテンシャルを高く評価。現地では同級生の大谷より投手としての能力は上と報じられたこともあり、好条件で契約が成立しました。しかし蓋を開けてみれば、開幕から4連敗を喫した藤浪投手、最後の先発登板となった日本時間4月23日のレンジャーズ戦では、2回途中7安打8失点と大乱調。試合後、中継ぎへの配置転換が決定しました。アスレチックスを指揮するコッツェイ監督は、藤浪投手の問題点を次のように指摘しました。直球に自信がないので、直球を投げる選択肢のある場面でも直球を投げない。その代わりにスプリットでストライクを取りに行っているが、相手は非常にいい打者ばかりだ。ストライクゾーンに入ってきた91マイルのスプリットでも対応できる。このレベルの野球でそれをしては通用しない。今後の起用方針については、ブルペンに入ってもらって速球の精度やコントロールがきっちり戻るか確認する。先発ローテーションに戻れないとは言わないが、短期的にはこの方向でいくと話しました。これを受け藤浪投手は、もちろん先発したいので悔しいと言いますか、結果出せてないので仕方がないかなと思います。でももともと挑戦しに来てるわけですし、落ち込んでても仕方がないので前を向いてやろうかなと、それだけですとコメント。中継ぎ当番への意気込みについては、短期的にとは言われているので、しっかり自分の課題と向き合っていい機会にできたらいいかなと思ってます。短いイニングならより思い切っていけると思いますし、かといって力まないようにしたいなと思いますと述べました。アスレチックスの元球団関係者は、藤浪投手について厳しく言及しました。ツーシーム、フォーシームの速球系、スプリットはメジャーでも間違いなく通用する能力を持っている。だが日本時代からイップスを疑われた制球難は相変わらず払拭できていない。投球に困ったら変化球でボールを置きに行ってしまうのも、言い方は悪いが、日本時代と変わらない藤浪の平常運転だ。 GM や球団編成側の人間も、彼は一体何が問題なのか、本当に彼は大谷翔平のライバルだったのかなどと口々に言い合って首をかしげ始めている。藤浪の獲得推進派は当初、彼が新しい環境へ移籍することで潜在能力を開花させ、大谷のライバルとしてアメリカはもちろんのこと、日本国内でも話題を呼んで広告効果を得る流れも期待していた。このままではそんな明るい未来も夢のまた夢になりそうな気配が漂う。アメリカ最大の MLB 移籍情報サイト、トレードルーモアは次のように報じています。
アスレチックスは藤浪を1年300万ドルで獲得したが、これは興味深い低コストによるサイコロを転がすような契約だった。彼は日本で優れた球速の三振を取れるストレートを持っていたが、同時に多くの四球を出しており、阪神タイガースは 1,2 軍を何度も行き来させていた。春季キャンプで18回を投げて17四球を出したが、チームは彼を開幕ローテに残す計画にこだわった。藤浪は4度先発したが、何ら成功を見出せていなかった。これはチームと、この29歳が、最初の数週間に思い描いていたことではなかった。同メディアは藤浪投手の配置転換について、藤浪のパワーが、さらに効果的に発揮されるかもしれない。短いイニングでの、よりいい結果をチームは望むことになるだろう。彼はまずまずの空振りを奪ってきたが、四球を多く与えすぎており、ヒットを多く許している。と評価しました。開幕から1ヶ月で正念場に立たされた藤浪投手。評価を覆すことはできるのでしょうか。